はい、こんにちは、アサヒです、今日は喋るだけの動画になります。動画投稿を本格的に再開しますと宣言したのが2019年の1月2日、それから約3ヶ月の月日が経ちました。で、今日はですね、この3ヶ月を振り返って、思ったこと、感じたこと、そしてこの時期っていうのは新生活が始まっていろいろ不安とか緊張を抱えてたり、学生だったら友達がうまく作れなかったりとか、社会人だったら、もう会社辞めたくなってるとかっていう人もいるんじゃないかな。で、そういう人たちに向けて、励ますじゃないですけど、僕の生き方とか考え方を学生時代、そして大学を卒業してからの話っていうのを、これまでのね、3ヶ月の YouTube 活動と絡めながら話していって、その僕の考え方が正しいんだよっていうわけじゃないんですけれども、こういう考え方もあるんだなってことで、皆さんの、なんて言うんですかね、人生設計における一つの指標にしていただけたらいいかなと思います。で、その僕のことを知らない人からしたら、何の実績もないくせに、お前何様やねんと思われる方もおられるかと思うんですけれども、僕自身ね、その今抱いてる気持ちっていうのが、自分のこれからの生活においてなんとなく忘れちゃいけないことのような気がしたんで、皆さんに聞いてほしいっていうのと同時に、自分自身のためにも残しておくという目的も込めてこの動画を撮っています。本当にダラダラと喋るだけなんで、なんか別の作業をしながら聞いていただけたらいいかなと思います。パズドラとかも今日はそんなに関係ないです。僕はこの YouTube を始めるとき、実はね、結構苦しいというか辛いスタートだったんですよ。始める時っていうか、もう始める前ですね。僕は大学を卒業してから今までに3回転職をしています。僕は故郷が奈良なんですけど、僕が大学生の頃っていうのはここ数年で多分最も厳しい就職氷河期というふうに言われていまして、本当何十社とか下手したら何百社受けても全然通らないと、まともに就職決まらないまま大学を卒業しちゃうっていう人が僕の周りにも何人もいました。で、そんな中でですね、僕は在学中に20ほど会社を受けて、20って言ったらだいぶ少ないんですけども、でそれで卒業する2ヶ月ぐらい前、多分1月とかにようやく一つ内定がもらえまして、で、もうその会社に飛びついたっていう感じだったんですよ。なんか当時の空気としては、もう内定を持っていったらそれだけでなんか一つのステータスみたいな、もうそんな結構やばい時代だったんですよね。で、それでようやくほっとして、地元を離れて兵庫の姫路の方へね、一人暮らしをするっていうことが決まりました。で、実は僕はその昔から一人暮らしがしたくてたまんなかったんですよ。その理由っていうのが2つありまして、1つは実家がとにかく息苦しくて、家族とね、当時は仲悪いとまではいかないけど、裕福な家庭で、父親が超大手の産業機械会社で、幹部を任されていて、で母親は元フッチュワーデスで英語がすごいできる人で、で姉は新聞記者で、もう今はもう結婚して辞めちゃったんですけども、で兄は税理士というですね、もう本当にみんな秀才だったんですよ。でそんな中で、僕はね、勉強はまだマシな方だったんですけど、ただやりたいことっていうのが本当に見つからなくて、その優秀なね、家族たちからはお前は将来どうすんだみたいなことをね、結構しつこく言われ続けてきたんですね。そういうこともあって、自分のやりたいことっていうのを見つけなきゃいけないってずっとこうプレッシャーを感じていて、でそのやりたいことを見つけるよりも、まずとにかくその息苦しさから逃れたかったんですね。はい。で2つ目の理由はゲーム実況をしたかった。僕の実家はマンションであんまり広い部屋じゃないっていうこともあって、実況しようとすると家族に声が丸聞こえなんですね。でそういうものに関心のある家族だったらいいんですけども、さっきも言ったように、とにかく真面目で、ゲームとか漫画っていうのは、基本的には悪影響なものっていう認識、親も兄弟も全くゲームをやらないってことはなかったんですけど、
何時間もその真剣にやるもんじゃないと、そんな時間があったら勉強しろっていう感じで、まあその僕がね親に内緒で買ったゲームとか漫画とかあとはアニメのグッズとかを捨てられたこともありましたね。あの今だとねそんなことしたらこの親は自分の子供の趣味を否定するクゾ親とか言ってね、なんかその叩く人もいるのかもしれないけど、当時はやっぱりまだその後ろめたいものオタクっていうのは日陰者みたいな認識がね僕の中にもまだあったんで、そんなゲーム実況なんか堂々とやれる環境ではとてもなかったんですね。だからその唯一内定をもらえた会社に行くことができれば親元を離れて一人でのびのびとやれるんじゃないかなっていうことで、その姫路の会社に行きました。そしたらその会社が本当ね、今考えると本当頭おかしいんじゃないかってぐらい超ブラック会社で、あの法定労働時間ってあるじゃないですか。その法定労働時間があの月に170時間とか、まあ、残業込みでも220とか多分そんぐらいだと思うんですけど、その会社で僕は月に350時間働いてたんですね。せっかく一人暮らししたのに、まあ、とてもその実況なんてやれるもんじゃなかった。ただまあ従業員の人たちは結構優しい人が多くて、まあ、パズドラをやってる人も多かったし話も弾んで、まあ、それでなんとかだましだましやっていたんですけども、やっぱりその過酷な労働環境でだんだんストレスで自分がちょっとおかしくなっていって、怪我もしました。事故で骨折したんですけれども、いろいろあって結局自分のやりたいことっていうのをやれないまま7ヶ月ほどでその仕事を辞めることになりました。で、まあ、また実家に戻って友達の紹介で地元の奈良の、まあ、とある会社で働くことになるんですけども、ちなみにその会社っていうのは結構自分の性に合ってたみたいで4年半ほど続いたんですね。けどまあ仕事はいいんだけど、まあ、当然実家からの通いなんでやっぱ動画っていうのはなかなか撮れない。でこの頃撮っていたパズドラを語るっていうシリーズの動画があって、それはねあのこのチャンネルのかなり最初の方に今でも上がっているんですけども、それはですねあの地元に大きな図書館があって、その中にあの音を取ったりとかあと写真撮影をするためのスタジオみたいな施設があって、有料なんですけれどもそこを借りて、収録してたんですね。でその音源を家に持ち帰って編集するみたいなやり方をしてました。まあとにかくめんどくさいですねそれはね。もうお金もかかるしとても効率的なやり方とは言えなかった。自分がやりたいと思ってることをまあ確かにやってはいるんですけど、でなんかその中途半端なせいで逆にもっとこうモヤモヤすることになって、動画投稿をもっとちゃんとというか高い頻度でやりたいがためにまただんだんちょっと一人暮らししたいなって思うように再びなっていったんですね。でそう思っているとですね、ある日大学で同じ研究室にいた、まあ、僕の一つ上の先輩からですね、うちの会社に来ないかっていうお誘いの連絡があったんですよ。でしかもこれが奇遇なことに、その会社っていうのが僕が一番最初に勤めたところと同じ兵庫県で、まあ、加古川っていう、まあ、姫路からかなり近い場所にあったんですよ。で調べていくとその会社っていうのはどうやらすごい大手でホワイト企業っぽいんですよね。その時にあ、これもしかしてリベンジできるんじゃねって思ったんですよ。前と同じ地域っていうのはまあその本来は別にどうでもいいことなんですけど、でもなんかそのちょっと共通点があるせいか、どうしてもその前のことがちょっと呼び起こされて、もうなんかこれは神様がお前もう一回やれって言ってるような気がしたんですね。けどやっぱり人間ってそんな単純じゃなくて、前の一人暮らしはやっぱり自分にとっては失敗だったから、すぐまたチャレンジっていう風に決心するにはちょっと不安があったんですよ。たとえそのホワイト企業だからといって、まあ、何が起こるかわからないし、まあ、うまくいくだろうと想像で決めつけてね行動して果たしていいもんかと、だから自分なりにしっかり考えた上で決めないといけないなと
思ったんですね。けどなんかその何が起こるかわからないことに対して何を予想したところで不毛なんで、結局そこで自分が取れる選択肢っていうのは目の前にチャンスがあるときにやるかやらないか、もうこの2択しかないんですよ。でそこからまあさらにやって成功するか失敗するか、やらずに成功するか失敗するか、まあこの4通りの結果があるとして、やって失敗した時に後悔するのかなって思ったんですよ。でこれはすぐに答えが出ました。やらないと絶対後悔する。僕は今まで自分のやりたいことっていうのをずっと押し殺して勉強したり部活したり就活したり、家族とかその周囲の人間が正しいということをただやってきた。なんでそれが正しいのかっていうその理由も全然自分の中で明確になってないのに、なんとなく周囲に怒られないように生きてきたんですよ。でその自分の心の錆を落とせるチャンスが目の前にあるのに、それをやらなかったら多分俺は一生後悔する。あの時挑戦しなかった自分のことを一生恨むんだろうなと、そう思ったんで決心して再び一人暮らしをする決意をしました。でこの時僕はその親にまさかゲーム実況をするために一人暮らしするわなんてとてもじゃないけど言えないんで、まあ普通に先輩に会社に誘われたから一人暮らしするわっていうことを伝えて、でその会社もどうやら大手の企業だっていうことが分かったんで、親も納得して、よし分かった、じゃあ行ってこいということで引っ越しすることになったんですね。けど繰り返し言うように、僕の本心はその会社で働くことではなく、あくまで自分がやりたいと思うことをやるために行くというつもりだったんですね。だからもしその仕事がまた自分に合わなくてすぐに辞めるっていうことに仮になったとしても、後悔するということはもうない。もちろん続けばラッキーだし、その仕事と両立できれば御の字というか、むしろ本当にいい会社なんで続けられる可能性は高いだろうなと踏んでた部分もあったんですよ。そして、僕は2018年の9月に今現在住んでいるところに引っ越して一人暮らしをすることになりました。8月の31日にその4年半続けた前の仕事っていうのを退職して、9月の1日と2日で、まあその1日2日土日だったんですけれども、その2日間で引っ越しを全部済ませて9月3日から新しい会社で働くという、まあ、なかなかのねスケジュールだったんですよ。で僕はですね、その先輩に紹介していただいた新しい会社っていうのを、なんと一番最初に入った超ブラック会社よりも早い4ヶ月で辞めてしまうんですね。まあ情けない話なんですけど、まあ、理由はいろいろあるんですけど、一番はね、おそらくパワハラですね。まあ、とは言っても、まあ、おそらく旗から見ればそんな大したことでもないと思うんですよ。まあ、ちょっとその言い方が厳しいというか、今までその自分がやったことのない慣れない仕事で気持ち的にも負担がかかっていたのかもしれないですけど、まあどんなにひいき目に見てもそんなめちゃくちゃひどいものではなかったように思います。なのになんで辞めてしまったのかというと、これに関しては僕もねちょっと完全に予想外だったんですけど、ある日突然朝会社に行く前に絶対に吐いちゃうようになったんですよ。嘔吐してしまう。僕はその今まで生きてきてこんなこと一度もなかったんですけど、仕事に行き出して1ヶ月ぐらいしてからかな、突然その症状が出始めて、最初はその、まあ、まだ慣れてないからかなくらいに思ってたんですけど、何日経ってもその症状が収まることがない。で土日の休みの日はそれがないんですよ。だから多分精神的な問題だと思うんですけど、とにかくもう吐き気が止まらないと。で胃の中のものを全部吐いて、それでも吐き気が止まらなくて、ついにね血を吐きました。吐血ですね。もうショックでしたよそれを。
見た時は自分で自分のことなんですけど、もうマジでショックで、でものすごい汗も出て手足がしびれて、もう会社に行けなくなっちゃったんですね。で上司に電話して、すいません、ちょっとこういう事情で会社休ませてくださいということを言って、会社休んで病院に行ったんですよ。で病院の先生とまあいろいろ話して、まあ多分その精神的なことが原因だと思うっていうふうに言われて、その時人生で初めてね精神安定剤を飲みましたね。うん、まあその上司の人、あのパワハラをしてきた人とはまた別の人ですけど、でその方にもちょっとこう気を使っていただいて、なるべくそのパワハラをしてきた人とは一緒に仕事をしないような配置にしてもらったりして、でそのもらった薬を飲んだことで多少はマシになったんですけど、しばらくしたらまたその症状が出るようになって、でまた体が動かなくなって会社休んで、でだんだん休みがちになっていっちゃうんですよ。当然こんな状況でやっぱりその動画をとても撮れるような状況ではないし、これはもうなんか自分のやりたいことをやれないんだったらもう続ける意味はないなっていうことで、その会社を辞める決意をしました。で実はこの時会社を辞めるっていうのを家族に言わずに辞めたんですね。理由は絶対止めてくるから。ようやく入れた大手会社をね、そんな短期間で辞めるなんてもってのほかだと。でも僕自身は何を言われようと、もう辞めるっていうことはもう決心してたんで、それをなんかわざわざ親に伝えることでその決心が鈍ったりとか、また自分の感情を押し殺しそうになるっていうことが嫌だったんで、黙って辞めることにしたんですね。でこの時その誰にも相談せずに仕事を辞めますと上司に言った時、自分の心がすごく晴れやかになったのを今でも覚えていますね。でなぜ晴れやかになったのか、それは単に会社を辞めるからっていうことじゃなくて、人生で初めて自分自身の意思だけで物事を決められたからだったんですよ。一人暮らしするよっていうふうに親に言ったことだって、まあ、その就職するから、それはまあ嘘じゃないんですけど、本心ではない。勉強も、就職も親とか周囲の人の顔色を伺って自分の本当の気持ちっていうのを隠したままずっと立ち回ってきた。その何年かな、多分高校受験くらいの頃から考えてきたことだったんで、約14年間くらい抱えてきた心のわだかまりっていうのをようやく取り払うことができた瞬間だったんですよ。それぐらいなんか、あの時の仕事辞めますっていう言葉は、それまでに僕が言ってきた仕事辞めますよりもはるかに重い意味がありましたね。まあ辞めることは親には黙ってたんですけど、辞めたことは親に言いました。まあ事後報告ですね。もう辞めてしまえば関係ないし、まあほっといたとしても、まあ、そのうちその保険とか年金手続きの資料とかが多分実家に送られることになるんで、まあ、いつかはバレますから。でいや実は俺仕事辞めたんだよっていうことを親に言うんですけど、まあ、当然親は怒りますよね。その時話したのは、まあ、その時会話したのは父親だったんですけども、まあそうですね、お前ふざけんじゃねえぞと、ようやくいい会社に入ってそれらしい生活をしてくれると期待してたのに裏切りやがって、どんだけ親に迷惑かけて、会社に迷惑かけて、で周囲に迷惑かけて、そんな恥さらしなことをするんだというようなことを多分言ってました。多分っていうのは何言われたかもあんまり覚えてないんですよ。そういう話をしてくるだろうなっていうことは大方予想できたし、正直どうでもよかったんで。僕にとって肝心なのはやりたいことがあるっていうことですよね。本当はやりたいことがあるんだけど、今の会社に勤めながらだとそれをやるのは難しいんだっていうことを話して、どう反応されるのかなっていうことだったんですけど、
でそれを話して帰ってきた返事っていうのが、いやそんなもん理由にならんわ、いいからさっさと帰ってこい、だったんですね。この瞬間ですね、あ、俺の考えっていうのはどうやら親にはもう理解されないんだと、俺は今まで親の考えに従って生きてきたつもりだったけど、その逆は許されないんだなっていうふうに思いました。そしてもう一つ僕の中でちょっとね、悪い気持ちっていうのが芽生えてきて、基本的にやっぱ親っていうのは自分の子供には幸せになってほしい、不幸になってほしくないっていうふうに思うもので、だからこそやっぱああしなさいこうしなさいっていうことを言っちゃうんだろうけど、僕からすればむしろそれに苦しめられてきたわけですよ。だったら僕が本当にやりたいことをやることで、もしこれがうまくいけば親を見返してやることにもなるし、逆に失敗したら親は悲しむ、でも僕自身の気持ちとしては、親が悲しい気持ちになるんだったらむしろざまあみろって感じなんですよね。だから別にどっちに転んでもいいやって感じなんですよ。本当に親不幸な人間だなと自分でも思うんですけど、でもそういうなんかチャレンジをするっていうのは、時にはそういう大事なものを犠牲にしてでもやるのがチャレンジであると、成功することが分かってるチャレンジっていうのはチャレンジとは言わないと思うんですよ。失敗する確率も高いし、そのチャレンジしてる時っていうのは周囲からやっぱりバカにされるし、で場合によってはもうそれ一発で人生が終わってしまう、それがチャレンジだと思うんですよね。はい、チャレンジするって恐ろしいことなんですよ。けどやっぱ何より大事なことは、チャレンジして成功することよりも後悔しないこと、どんな内容も結果も自分が納得できないことっていうのをずっとほったらかしにするのが、僕はね一番不幸なことだと思ってます。だからあの時もし僕が家族を裏切ってでもチャレンジするっていうことを決めていなかったら、もしかしたら一生その時の後悔を引きずることになってたかもしれない。その時チャレンジしなかった過去の自分っていうのを一生恨むことになるかもしれなかったですね。で、その決心をして年が明けた翌日の1月2日に動画投稿を再開することになりました。でこの時すでに次の仕事が決まっていて、僕が前にその4年半勤めたところと、まあ、非常によく似た職種なんですけども、給料は少ないんだけど、まあ、その分業務自体はそんなにしんどくないので、まあ、なんとか動画投稿と両立できそうだなと。けどまあ夜勤がある関係でちょっと毎日はちょっと投稿はできないんですけどね。だからまあ3日に1回であげますっていうことを皆さんには言ってるんですけれども、でそこから今までの3ヶ月間っていうのはすごく充実してましたね。まあ、いい動画も悪い動画も含めて結果がすぐに分かると、で今まで知らなかったことをどんどん知るっていう喜びもあるし、でその自分が出した動画の評価っていうのもすぐに出るし、数字が増えていくことでその確実に成功に近づいている、あるいは成長しているっていう実感が持てた。だからこの3ヶ月っていうのは結構ね、自分が今まで生きてきた中でおそらく最も充実した期間だったんじゃないかなと思います。最後に皆さんに言いたいこととしては、もしね不安な気持ちになったりどうしていいか分かんなくなった時に、自分の本心はどう思っているのかっていうのを深く考えてください。本当はどう思ってるのか、本当はどうしたいのか。別にね、僕みたいに親を裏切るとか会社を辞めるとかそんなことを言うつもりは一切ないです。それは僕自身が幸せになるだろうと思って取った手段に過ぎませんから。で本当は自分がどう思ってるのかっていうことをよく考えて、その気持ちに素直に動いてほしいんですよ。そうするとたとえどういう結果になったとしても、自分の意思でそうしたんだから後悔はしない。
自分がやりたいこととやるべきことっていうのは折り合いをつけなきゃいけない、しっかり勉強していい会社に入って結婚して子供を作って幸せな家庭を作るということ、これが自分にとって本当に大事なことだ、それが自分の一番やりたいことだっていうふうにしっかりと考えて、自分の人生哲学に基づいてそういう結論を出したんだったら後悔はしない。だけど、いや勉強しろよ、いい会社行けよ、結婚しろよ、やりたいことは我慢しろ、なんでそうしなきゃいけないのかっていう理由も全然明確になってないのに、そういう大多数の意見につられて自分の感情を押し殺すといつか後悔しちゃうかもしれないですね。はい、こんなところですかね。30分近く喋っちゃったな。こういう話っていうのは一般的には成功してる人が話すことで、みんなの心に響くものなんですけど、僕みたいなねひねくれ者っていうのは、いやそれはあなたが成功者だから言えるんでしょっていうふうに思っちゃうんですよ。だから僕みたいなまだ始めたばっかりで特に結果も出してなくて有名でもない、でなんかすごいキャリアがあるわけでもない人間が言うことで、なんかそっちの方が逆に場合によっては響くこともあるんじゃないかなって、事実僕はそういうタイプの人間なんで、ちょっとこういう話をしてみたら面白いんじゃないかなと思いました。はい、ということでね、3ヶ月の節目、そして新年度の幕開けに合わせて、僕がこれまでに歩んできた人生とそれによって身についた考え、そして動画投稿を再開して3ヶ月経った今思うことをお話ししました。長々と失礼しました。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。